美少女戦士がいた。彼女たちは音楽を武器に戦うハードロックバンド、その名をブルームーン。悪の組織ブラックムーンから月を救うためにここ秋葉原に集結したのであった。フルムーンの今夜はバイナイツ。2月バイナイツ始まりましたね。まあなんかすごい一週二週空くだけで、すっごい久しぶりな感じ。久しぶり、うん、もう2月だからね。早いね。早い早い。もうこの2週間でね、重大発表がもういくつもあるので、今日は絶対逃しちゃいけないと思いますよ、うんうんうん、早速ですが、うん、ここで発表がありますね。はい、前回のライブで重大発表、発表どうした今日。重大発表がありました。はい、ここちょっとリーダーの口から言っちゃってください、はいはい、私でいいんですか。じゃあはい、なんとですね、なんとなんと、何何ちょっと言うタイミング逃すよ。なんかなんだね、東宝プロジェクトのアレンジ CD 第2弾の発売が決定しました。イエーイ、おめでとう。おめでとうございます。ボーカルアレンジですからね、はい、しかも、うん、タイトルがまた斬新な斬新な、はい、タイトル、みんなで一緒に、せーの、ヘルプです。はい、初公開です、うん、あ、そうだね、そうだね、うんうんうん、もう決定してるってことでいいんですね。はいはい、はいはい、ちょうど今ね、レコーディング中で、ま、たね、素晴らしい作品ができそうですね。今回のジャケットもねまたすごいよ、これが可愛いね。これはすごい、まだモザイクなんですけどあ、はいはい、これ絶対ね、ジャケ買いしちゃう、ジャケ買いしちゃう、確かに、前回に続いてジャケ買いしたり、間違えて買っちゃったり間違えて買っちゃったりとか。おー、それは気になりますね。いや、ぜひぜひ皆さん、3月発売なのでもう少々お待ちください、うん、はい、ではでは、今日は早速、うん、はい、次の最初のコーナーに行ってまいりたいと思います、はい、では、みつのさんどうぞ。はい、正しく書けるかな、みつののお絵描きコーナー、イエーイ、久しぶり久しぶり久しぶり。なんだろう、今日のお題は、毎回苦しめられるな、これ。食パン麺。何それ、食パン麺、全然よくわかんない、それ。食パン麺って何、麺なの、ラーメンなの、食パンのラーメン、パンです、パン、パンなの、え、はい、あ、食パン麺ですね、はい、パンパン麺的な意味ですね、はい、そうです。これ私今日縦書きにしようかな。あ、一緒一緒、じゃあ縦書きしようかなちょちょろちょ、もう始まってるんですか。はい、お願いします。はい、おおお、あ、なんかマッシュルームみたいな、ちょっと、え、これなんかみんな立体的に書いてるの。え、立体的に描くよ、何、平面、平面だよ、立体だよ、やっぱりここはなんでいつも三尾先生のその選曲はシュールなんですか。ちょっと途中から過ぎましたね。そうだねこれ似てる、え、あ、わかんない、どうしよう、あ、立体ってそういうことか、何そういうことか、カンニングしたでしょ。あ、そういえばさ、なんか前こういうの書いてて、確かルルさん、胃袋マン書いた気がするえ、胃袋マン書いてたね、全部ね、あ、アンパンなんとか、なんとかでしょ、アンパンなんとか、あれ、食パンマンちょっと、今でさ、いや大丈夫だって、さんざん言っちゃってるから今まで、さ、あれ、あと制限時間どれくらい、とこれが引き終わるまで、簡単して引き終わるのこれあ、すいません、なんか、あ、やばい、私今日ちょっと神的、なんか今日すごい、ルルマン、やばい、ルルマンね、すごいよ、私のすごい、なんかね、記憶をたどってみた、ダメだな、あ、今日成功だね、きっと胃袋麺にならなかった。みつのちゃん何秒前、引くのに夢中なんですよ終わったんじゃない、終わったの、ちょっと待って、あ、ダメだ、はい、終了終了終了。それでは、カン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 、皆さん一斉にお願いします。一斉に行きましょう、一斉に、はい、せーの、ダダーン、どうなりましたかね、どうですか、
なんかルルちゃんの、あールルのやつはこれ、いいね、江戸川さんのなんかやっぱりなんか境の見せワンメンはなんかなんか違うみたいな。でもリーダーのが一番だ、ね、だってさ、そんなシャツでもなんか なんか違うんだよ。シャツじゃアンパンマンのパクリすぎたんだ。なんかさ幼稚園の制服みたいなの着てない、食ペン、なんか普通の人っぽい食ペン、食ペン麺食ペン麺またそれはそれで名前変えちゃってるけどね、食ペン麺じゃない。あ、そっか、なんか雰囲気はすごい、ほっぺの丸っこいの、あれすごいな。そう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 、あ、アンパンメソよく見てたんでしょ。それでわかるんですか。多分ね、下に妹弟がいるというのは強いんじゃない、うん、あ、一緒に見るよね。確かに強いですからね、鈴木ちゃんは、うん、ルルちゃんはまた飛んでますね。でも今回は今回は胃袋じゃない、胃袋じゃないシリーズ、はい、今回全然ダメやね。なんか境の面白いですね、両親に。え、待って、私のもちょっと触れてほしいな。あ、でも普通に、なんか似てる、顔が普通に似てると思うよ、ね、似てる。何がないって、マントがない、あ、重大なミスだ。はい、先生どうですか。はい、正解はじゃん、花だ。あ、なんかソルクちゃんの鼻がちょっと立体的になってたんですけど、鼻と口と鼻筋通ってるのか。でももしかしてこれ光の当たり具合で違うのかもしれない。あ、でも眉毛下がるのが近い。ほら眉毛似てるよ、眉毛は自分だよ。なんかパンの耳みたいのって意外とないんだね。え、パンの耳ってこれで、なんかこう上にさ帽子みたいになっちゃうじゃん。どうして、そうですね、角度がね、なので、うん、なるほど。え、ごめんだね、これは鼻筋通らせてみたんだけど。あ、似てる。後からやんないの。え、一番似てると思うの、うん、本当に、はい、でもズルした、はい、ズルしたからペッケでした。はい、誰がだったかまだ言わないんでしたね。はい、はいはい、ちょっと次は次、はい、次の話題いきましょうと思うんですけど、はい、じゃんじゃん、マトム。え、マトム、あー、なるほどね、響きじゃわかんないわ。字をちょっと見て、マトムか、難しそうですね。いや難しいね、ちょっと結構難題。なんかさ、あれでしょ、のび太みたいな。もう書いていいんですか。お願いします。のび太みたいはだいぶ違う。え、待って、野菜ちゃんすごいすごい感じしちゃったよ。どうしよう、え、これ前さ、みんな書くの流行らなかった。流行らない流行らない、やばい、クレヨンしちゃう。どんな流行りが起こったの。あれ、いや、ぜひ皆さんも一緒に書いてみてください。 え、ちょっとカニダメダメ。ずるいずるい、やばい、作れないわ。いや、私もないよ、どうしよう。前なんか日曜日の朝やってたよね。え、みんなどう？それ何？それ何だっけ？ドロー？これ無理だよ、なんか可愛くなっちゃった、すごい。やばい、どうしよう、全然わかんない。やった、これは1位を狙えるはず。いや、もうこれ絶対野菜ちゃんだよ。来たんじゃない？終わった。オッケーです。待ってよー。ダメだ。もう完全にあれしかない。オッケーよねー。もうちょっとですかね。カウントは？そうだ。いや、もうあとごまかすしか方法がないんですけど。先生、それじゃダメだ。それダメだって。それダメだって。マトブはい、大丈夫です。マトブじゃあ、あと10秒にしましょうか。はい。無理だ。もうダメだ。10。あ、いいかもしれないな。8、なんと7、6、なんかさ、こういう5、4、3、2、1、終わりです。はい、はい、完成や。皆さん一斉にお願いします。はい、はい、ドゥク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 ドゥ。はい、なんかすごい。あの、え、待って待って、ルル、あー、ルルよりはマシかな。でもそうでもないな。いや、私の想像しているマトムってどんな感じですか。こういうのなの。髪型かわいいよ、かわいい、かわいいですね。
でもなんかキモい違うところのキャラクターみたいな。なんだろう、なんか気持ち悪い。これもうダメだよ、ゴニマトリの。でもなんか捉えてますよ、ね、眉毛がないのか。いや、そういう問題じゃないか。何が変なんだよ。え、この象ですか。そうじゃないよ、任せだよ。よく見て、どれ鼻を見てよ、よく。待って待って、任せ、怖い。違うよそれ。あの象の神様の。違うよ、博士だよ。博士怖いですか。え、こういうの出てくるじゃん。マトムの海の親。白雪姫に出てくるやつ。博士って言ってるじゃんよく。でルーちゃんのは、うん、なんか一箇所だけでいいから褒めてほしいか。飛んでる。飛んでるところが勇ましい、うん、なんかルルの常に飛んでるよね。そうですね、勇ましいってどういうこと。はい、これは接戦ですね先生今日は。はい、正解はじゃーん、まつげ。すごい、まつげがある。まつげ、はい、まつげか。あ、鼻丸くてよかったのか、悩んでやめちゃった。すごい、ソルクちゃんの耳が同じ。そう、耳ね、本当だ、これポイント高いよ。そうですね、あ、またエレンズルしてる。ちょっと近づけてみた、うん、近づけましたか。あんまり変わらない。まつげがパッチリしましたね。もうなんか角の位置がダメなんだな、これきっとな。角がちょっとずれてます。角だよ、ポイントが角だよみんな。はい、角ないですけどね。レベル高いな。どうしましょう今日は。これ難しいね今日。はい、でこれだ、すごい難しいで、ね、いつもながら。まあ、誰がいいかっていうとやっぱりもう消しちゃってるけどね。今日は、はい、決めてもいいですか。はい、今日は、はい、栄え。おお、やった、おめでとう。今日はなんかでも仕方がない気がするな、うん、今日はもうこれは勝てないな、これじゃもうダメだダメだって書いてある。今日のご褒美は、はい、はい、じゃあちょっと小さいんですけど、かわいいシール。え、なんかよくそれってさ、よく駄菓子屋さんとかで買ってた気がする。あー懐かしい。これちょっと遠くて見えないかもしれないんですけど、すごい猫。すごい猫。かわいい猫。すごい猫ね。はい。例えば野菜ちゃんシールを集めてったよね。動物すごい。ちょうどいいですね。ちょうどいいですね。なんかありがとう。貼ってた。あ、はい、おめでとう。これを貼ってブログに写真アップで載せて。いい、おめでとう、はい。ありがとうございます。はい、これからも頑張ってね。もう私たちは無理だ。ルルちゃんも頑張ってくれ。ありがとう。みんなありがとう。はい、はい、それでは以上、みつののお絵かきコーナーでした。はい、いや難しいね、絵って。うん、イラスト描くのは難しい。絵心が大切だ。ちょっとみんな絵の練習しよっか。女の子ってやっぱり絵が上手なイメージとかあるし。練習しようにもね、何がお題で出るかなとかわかんないんだもん。常に。身の回りのキャラクターを模写するといいんじゃないかな。模写、うんうん、模写。常に画用紙とペンを持って。同じお題になっちゃったらどうしましょう。完璧に描けますよね。なんか完璧に描けたら、あ、予習してきたんだみたいな。でもみんなのレベルが上がってきたらさ、今度は、うん、マトムの横顔とかそういうさ、あーすごい、いやクオリティが高すぎる。難しいなすごい。はどの位置になるんでしょうね。確かにそこが気になるところだね、はい、いや、はい、あんま気にならないな。いや、あんまり気にならないな。角は真上じゃないかな。じゃないどっち道、うん、こういう風になってるのか。そう、こういう感じで後頭部がピュッとなってたはず。じゃあ前から見たらこうなってるのかな。うん、後ろは見えない、横の方が見えないよね。はい、はい、さてさてさて、はい、はいはい、今日はなんと特別企画があります、はい、なんと何の日、何の日、何の日、何の日にはまだ早いのですが、が皆さんあれ持ってきましたか。持ってきた。それか。ではではちょっと皆さん出してみましょう。はーい、はーい、でーでれってでーでれってー、見てもなんだかわからない。豆です。マジかあ、今日は何とかになっちゃう。そう、節分じゃなくて、じゃなくてせーの、ハッピーバレンタイン。はい、ハッピーバレンタイン。ハッピーハッピーバレンタイン。ハッピー、今日はこのチョコレート、はい、各々用意してきたので、はい、メンバー内で、はい、交換しようと思います。寂しい。
サービス全体で公開しようと思います。楽しいですね。楽しいですね。はい、じゃあルルちゃん、こちらのくじを作ってきたので、やったやった。これはね、うん、名前が書いた丸いのが入ってるの。はい、名前が書いた丸いの引いた人が誰にあげるか、これでまず決めます。はい、はい、じゃあエレンの方から引いてくる。エレンちゃん、誰にあげるか、自分の引かないように、自分の引かないようにって難しくない？どうしようもないよね。じゃーん、社会、社会、じゃーん、テレテレテテレテテ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 テ、あれ、うまい具合に自分の引いてないんじゃないの、これ。あれ、もしかしてことは私まさかのルルがルルを引くかもしれない的な。あれ、ルルちゃん正解だった。おー、ほんとみんな全然マジで、おいらみんな生放送わかってるね。エレン、お、エレンだよ。おー、そういうことは、お、トゥルトゥルトゥル、ソルフェッシュ、何嫌がってるの？なんて嫌がってるの？まだ中身見てないでしょ、一回も。まあ、名前でただあげるんじゃつまらないですよね。そうだね。うん、では、ルルちゃん、もう一個。自分が引いたあげる人に対しての、うん、はい、設定、シチュエーション。そう、設定があるので。それをこの紙に書いてきたので、チラッ、チラッ、これを、みんなに引いてもらいます。了解や。あ、なるほどね。アドリブ力が要求されます。どれから、エレンから、いいの、また私からで。栄にどういう設定かな。じゃあエレンからやっちゃうってことも、私たち何、妹からお兄ちゃんへ。なるほど、そういう意味ね。栄、お兄ちゃんへ。じゃあ自分にやってもらっちゃおうか。じゃあ先にやっちゃうの。そうだね、先にやっちゃうの。よし、カメラに向かってでいいのかな、これは。で、坂に渡せばいいのかな。こういうみたいな感じ。ニコ、そんなにいっぱいくれるの。すごいいっぱいあるんだ、エレンさん。うわエレンさん、ね、しかもでもエレンの手作りっていうところがちょっと怖い。メンバー内で交換笑い、でも楽しそうっていうコメント。これちょっとねすごいね、失敗しちゃったんだ。え、あ、じゃあ、じゃあエレンどうぞ。妹からお兄ちゃんへ、用意スタート。お兄ちゃん、今日何の日だ。はい、誤解しないでね、余っただけだから。そうですか、あ、そうですか、ありがとうございます。 ありがとうございます。あげないの、あげないの、なんかしまってんの。はい、はい、エレン、ありがとう。お兄ちゃん、エレン、ありがとう。ありがとうエレン、絶対食べてよ。あ、よかった、一番怖いの引かなくて。それいいな、それ言っちゃダメ。あ、怖い怖い。いや、わかんない、もっと怖いの入ってるかもしれない。あのね、思ったの、こうやって奥から引いてたらルル最後になっちゃうじゃん。はいはい、だからね、やってあげようか。ルル次引くよ。くうん、いいよ。なに、オチが嫌だってことやね、それは。はい。テテレテーじゃーん、足長。違う、足長なじみの男の子へ。ちょっと待って、足長おじさん。どういう風に見えたの。幼なじみのね、仲良しな男の子へ、うんうん、幼なじみの仲良しな女の子から。なるほどね、渡したいと思います。あ、美味しいシチュエーションだね、はい、すごい、すごいな。何それ。なんかさ、スタートみたいなの言って。よーい、スタート。小さい時から一緒に遊んだりして、あんまりそんな風に見てもらえてなかったかもしれないけど、実は私、ソルクちゃんが、ソルクくんが好きなの。いいだろ。はい、ありがとう。うわ、なにこれ。結構説明した方がいいかな。はい、これ、これ受け取ってポカンだよ。すごい。なに、なに、でもすごいよ。これ、実は、かわいいじゃん。すごい、すごい。本当は、パンダを、うん、なんかみんなの分作ってこようと思って、小袋に分けてパンダを入れてこようと思ったんですけど、なるほど。コーヒーを、うん、なんかパンダ並べて、
オーブンに入れたら2秒くらいしたらパンダたちがなんか溶け始めて動画し動画が溶けた起き始めて焼いてから塗ればよかった。違うの、パンダの顔だけを作って焼いた焼こうと思って2秒くらいした瞬間になんか一匹になっちゃってでもその後耳とか一応ちらほらあったので顔を一応あるだけ描いてで1枚の7匹くらいのパンダのプレートになった状態で持ってきたらこうボロボロになっちゃった。理解しました。すごい、すごい絵心があると思うよ。ありがとう。なぜありがとうって言うの。いや私は流してくれて構わないから、うん、これってでもなんかさ、こう若干半玉のやつもね。これね、ピボットモンスターの人形焼き。あーあー、でもさ、人形焼きなのね。人形焼きなの。あ、これそれ人形焼きなの。人なんか全然わかんない。あ、これほらあれでも炎が発っちゃう。でもこれはぐちゃぐちゃになっちゃったよ。じゃあルルと同じだね。そうだね。うん、次は誰から行く？じゃあソル行くよ。いや、ここはじゃあ何やんやろ。ソル行くよ。どうしましょう。じゃれーん。じゃじゃん。あーもうないこれ。読んで読んで返す返す。はい。メンバーから違うよ。なんで読み間違えてる。違います。はい。せーの。はい。やだよ。メイドからご主人さん。はい。メイドからご主人。無理だ。どうこれ。え、ご主人様誰だっけ？待って、ソルクちゃんが引いたのは三つの。ご主人様。私がご主人様ってことですか？なんか逆な感じするけど。確かに。逆でお願いしたいよ。そんなさ、メイドがご主人様にだなんて身分を考えないにも程があるよ。下克上っていうものが日本にはあるじゃないか。下克上っちか、そっちか。どういうことだよ。ご主人様、欲しいなら欲しいって言いなさいよ。はい、ありがとうございます。いいでしょ今ので、うん、ダメ。なんかみんなちょっと積んでるパターンだよね。いや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 、これは怖いよ、これは怖い怖い、これは恐ろしい、恐ろしい。何なの中身。何何、開けてください、どうぞどうぞ。え、じゃあわかんない。あ、なんかプチプチ。これもしや熊のシールがついてます。これ憎い顔した。そう、憎い顔したシリーズのやつのやつを、え、かわいい、デコレーションしてみました。すごい、市販のチョコレートでクマさんのチョコレートを買ってきて。なるほど。こう全部、なるほど、ね、え、私去年これ憎い顔してリスもらったよね。リスだっけか。うん、リスもらった、うん、なんか立体的ですね、目とか。これね、顔だけ残してるの大変なんだから。なんか食べるのもったいない。なんかこの飾り美味しくないから。クマ丸ごとチョコなわけ。そうそうそう、すごい、全部お菓子です。ふんってやろう。これ食べるのもったいない。飾ってもいいの？でも溶けちゃう。冷蔵庫にずっと入れるとか。さあ食べてあげてください。だんだん白くなってくるよ。白くまるよ。さあさあさて、二人にお茶は任せたってことで。え、どうしよう。自分先に。逃げた。逃げた。なんで逃げようとするんだ。じゃんけんで決める？じゃあ勝った人がやりましょう。勝った人。そこも。負けた人がやりましょう。いや。最初はグル、じゃんけんぽい。はい、はい、あれってことは坂井こっち？うん、わかんない。まあ、まあ、まあ、じゃーん。あー、一番いいんじゃないのこれ。理想的。これ燃えてくれるんじゃないのみんな。あ、これは私が先生。先生だ。それがちょっと唯一の先生っぽくするよ。なんか逆じゃない？ここも先生っぽくするよ。先生ですか。うん。カラカラ。江戸川先生。どうした、三野くん。先生、これ作ったんですけど食べますか。三野くん、学校にそんなものを持ってきてはいけないよ。没収しておいてあげよう。募集しておいてあげようっていうのは。あ、じゃあそう言いながら募集してもらえますか。
だから没収すると言ってるだろう。何このやりとり。先生が下手なすぎる件について。この先生何の先生。普通のこの先生が好きなの。この先生がいいの。先生がいいの。先生好きです。水野くん学校でそんなことを言っていたのか。まだ続いてる。まだでやってる。はい、じゃあ、はい、というわけで、まましい、まましい、じゃあこれは募集してますから。まだあるんだ。今後このようなことのないように。はい。で、何なのそれ先生、先生それ何なの。先生これは、チョコに、マシュマロと、あ、美味しそう、ドライフルーツとか、コーンフレークが入ったのが1本と、マシュマロとコンペーストが入ったのが1本の計2本です。こっちでしょ、だってそうですね。あ、そっちか。試食はしています、ね、はい、ラッピングかわいいな。試食してないんだ。泣いちゃダメ。あ、怖い。試食した、ね、え、あ、ごめん。怖い。みんなしてないじゃん。みんな、まあでもエレンのよりは美味しいよ、パンダ。いや、味は普通だと思う。見た目やばいけど、これもね。そんな、みんな見た目の問題じゃないよ、気持ちだよ。はい、気持ちだよ。じゃあ、じゃあオチが残っています。あ、私もやるのか。でれん、後輩から先輩へ。先輩か、後輩、うん、先輩、また逆っぽいな。はいはい。はい、先輩、ずっとずっと好きだったんです。だけどやっぱり言えなくて。先輩は部活終わるとみんなで帰っちゃうし。一緒に制服着てデートとかもしたかったんです。だけど今年で卒業ですね。泣き出すんだ。先輩、設定があるよ、どうしよう。あの子の設定についていけないよ。私、あんた卒業だよ。先輩、付き合ってください。もうフォーユー。そこだけ、そこだけがある。ごめん、俺彼女いるんだ。ダメじゃん。ありがとう、でも受け取っておくよ。先輩、忘れないでください。返してくださいって言った方がいいんじゃない。ホワイトで期待してますね。ホワイト、はい、え、何これ。はい、開けちゃおうか。重いよ、すごい。え、開けていいの。重い、重いんですか。重い、うっちゃうちゃん、もしかしてすごく高級な。いや、ね、これはね、メンバー愛が、あ、あ、ちょっと、あ、お、あ、それ美味しいよね。え、何ですか、これ。待って、でもね、なんかいっぱい、メンバーのね、愛が詰まってると思うんだよね。あ、何、ちょっと待って、カード、え、待って、すごいの入ってた。え、ありのやぞ。これはね、本当にメンバー思いだと思うんだよ、今回は。しかも13袋入り。そう、え、すごい。いや、待って、すごい、プラスの今だけお得な。あー、余計なことして。今だけお得な15個入れちゃいましたね。15個入りで、余計なことして。で、まあ、チョコは、チョコはこちらで、チョコはこちらと、あと、かわいい、これ、なんて書いてあるの。メンバー愛だよ。メンバー愛だよ。いいことですね。そう、今ね、レコーディングとかが忙しいからね、お風呂でゆっくり使ってリラックスしてほしいと思って。なるほど、うん、じゃあちょっと久しぶりにお風呂入ろうかな。何久しぶりに入ろうかな。ううか、違うよ、いつもシャワー会話けど、誤解を負けるから、お風呂ってね、久しぶりに湯船に浸かろうかなって言った方がいいんじゃないかな。お風呂入ってないみたいじゃんね。びっくりしました。でもすごい好評ですね。本当？でもお風呂入ってないから。みんなコメントしてたから。すごいよ、お風呂入ってるの。萌えとか、もう結構みんな燃えられてるよ。燃えられてるね、こんな私たちでも。予想外の反応だね。あ、これ来年もやらなきゃね。いや、むしろみんなの前でやらないとね。ライブ中にやっちゃう。ライブ中に。あ、ライブといえば、ライブといえば、はい、次のライブでは、お、 あ、 ちょっと待ってください。そうだ、そうそうそう。あ、あ、何、金、2月17日ですね。うん、次回は2月17日。どこでやるの。赤坂ランです。赤坂ラン、うん、何ライブ、何ライブ。テレビ収録ライブです。おー、そうだ、テレビ収録ライブだった。今日はさ、そこでみんなにも、うん、
このバレンタイン企画を、いや、待って、それをあげるわけでは、これそれをあげるわけではない、これ一個ずつみんなにさ、いや、これすでに申し訳ないから別のちゃんとしたの用意しておくので、そうですね私たちから直接受け取ってください。17日赤坂なんで待ってますよ。誰から欲しいとかあるの、それは。じゃあそのルルルくじ引き使う、これやっちゃう、またいいかな、それやっちゃうってこと、それはいいよ、これはちょっとこれは厳しいもんだって、引きたくないもの、もうこれなんか直接は恥ずかしいですねやっぱりね、メンバーだからまずなんか、まあ、照れつつもできるけど、言いながらも結構みんな顔真っ赤にしてやってるからね、なんか熱くなってきてますよ、熱いよ。いや、じゃあ17日来てくれたお客さんには、まあ、どうする、物販でこうやってくじ引いてもらって、あ、受け取ってもらう、そうだね、うん、そこどうしようか、うん、メンバーからの告白がまいな、めがい、まがい、まがいな感じで、なんてまあ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 、まあ、詳しくはまたブログの方に詳細載せておきますので、うんうん、ぜひぜひチェックしてください。特典がありますということで、では以上、特別企画バレンタインのコーナーでした。イエイ、ありがとうみんな。それではここで1曲聴いていただきましょう。はい、本日は、ではフルムーンのファーストフルアルバム、フルポケから空です。聴いてください、どうぞ。探していく。スカイ
今ね。あれ堺がもう一回。まだやってる。あれ堺まだやってるの。もういい。それやってない。そんなことやってないで。次堺のコーナーだよ。はい、そうだよ。遊んでる愛じゃないよ。行ってみましょう。はい。じゃあグリーンピース堺の木の実汁。汁。はい、このコーナーはですね、フルムーの秘密を暴露しちゃおうというコーナーでございます。はい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 、怖い怖い怖い、はい、怖い怖い怖い。で今回はですね、なんと自分の星、我がグリーンピース星をご紹介いたします。いたします、いたします。ぜひ皆さんグリーンピース星についてお勉強してください。はいはい、はい、ではでは、はいはい、1ページ目いきます。はい、こちらですね、すごい。昨日ね、徹夜して書いたの。そうなんだ。ここ見て、見えるかな。グリーンピース星はなんと直径 3540km が、キロメートルあるんです。 43km って書いてあるよ。あれ、これ3543km。 徹夜したから。あれでね、地球はなんと 12750km。 グリーンピース星の 3.5 倍がなんと地球という大きさなのね。要はグリーンピース星は結構ちっちゃいんだよね。そうそう。でこのね、地層というか、なんかわかるかな、こう内側がね種で、で次普通にこうなんか肥料があるのね。ここ肥料でなんかこのねグリーンピース星は回ってるの、循環してる。そうそうそう。でその次にここエネルギー源があるの。エネルギーがあって、その間に水が走ってる。エネルギー、これ一番大切に。水がないとやっぱり地球も動かないし、グリーンピース船も動かないと思うので。うん、そうだよね。知ってたみんな、知ってた、みんな水大事だよ。知ってるのが気になって。これね、ほら、トウモロコシなの。わかる、トウモロコシ。いい色してますね。ありがとう。そしてなんとその一番側面が、外側、うんうんうん、草具体的にいろんな草ってことね。そう、草は、青い月っていうか地球にあるものと一緒なの。そうだね、普通に草はいっぱい生えてる。なるほど。グリーンピース星、右手に隠れてるね。これね、右手あ、こっちじゃない。で、こっちか。あ、これこれね、飛行機と飛行、これが、これ下が飛行機ね、で、上が木。あ、飛行機なんだ。あ、人参の飛行機。そう、そしてなんと次のページにデラリラリン、デラリラリン、デラリラリンっていうの。新しい、あれ新しいな。こちらですね、グリーンピース星はなんと住人は、主に野菜と動物です。ほう、ね、はい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 、はい、どうぞ。です、あの草とかさ、野菜とか動物とかってさ、はい、地球にいるのとまた別のものもいるわけ。そう、若干違うんだよね、やっぱり。珍獣だ、珍獣、珍獣、珍獣だ、珍獣ね。グリーンピースはね、動物と会話ができるんだ。へー、待って、でも食べられないよ。ちなみにズンダをグリーンピース船に連れてったら喋るってこと。喋る喋る、友達。あ、なるほどね。お腹すいたよってよくね怒られる。寝るんだよ、うるさいよみたいな。ベースを弾いてると、ズンダってあり、そう、ね、ずんだって言われる。ずんだはね、普通に緑 の枝豆をすりつぶしたやつ。じゃあこのずんだが、フェレットのずんだちゃんの未来だよね。そうそうそう、そうなのそうなの。故郷を思い出そうという名前で、ずんだっていう名前にしたんだ。へ、でね、あと、そう、フルムーンじゃなくて、あ、ネタバレネタバレ。グリーンピース星はね、戦闘民族だったりするの。なるほど。これ飛行機なんだけど、さっきの、そう、さっきの飛行機、これ戦闘機なの。ちゃんと説明するんだ。人参型セスナ。おお、かっこいい、かっこいい、かっこいい。え、人参の上についた赤いのは何。あれはね、イチゴ。なんでですか。なんか組み合わせ悪いね。イチゴの半分切っちゃったやつね。なるほど、切っちゃったね。これがキュウリのあの細いやつ。そういうやつ。ああ、なるほど、輪切り、輪切りしたような感じ、はい、輪切り、縦切り、斜めのやつです、ね、そうそう、斜めのやつでね、ここの銃みたいなところがあるんだけど、これ、ここからね、グリーンピース弾、ん、グリーンピース弾、グリーンピース弾か、グリーンピース弾が出てきてやってくれるのか。ガイア、グリーン
ピースの玉なんだけどね、出てくるのね、そのラングガンで口にインしてほしい、ね、その下のやつ気になるな、下のやつ。これね、これ前もねブログに出てきたと思うんだけど、え、出てきた、出てきたんだよ、食べ丸って多分ね、1、2回出てきたかな、でこういうのはあるんだけど、その食べ丸が第27連合軍の、うちにいるのと似てるな。本当、ね、こんなのいてもね、空軍追跡班のフィッシュマシンと言われている、いわゆるベタっていう、おお、ランブルフィッシュですね、いるんだけれども、これはピピッて、ピピッて受信して、ちょっと違うんだ、じゃあうちのと、若干違うんだよね、空飛んでるの、これが、なるほどね、スカイフィッシュだ、そうスカイフィッシュだよ、珍獣だ、珍獣っていうか言うまでしょ、珍魚もっと可愛い名前で呼んでこれひどいな、うん、うん、なるほどね、そうで、ね、こういうのがあって、でフルムーンの中ではやっぱりフルムーンは青い月だから、はいはい、若干みんなのこう大きさが、例えば人参はちっちゃいとか、ペンは小さい、象は大きいとか、いろいろあるでしょ、多分それが青い月では普通だと思う、うんうん、だけどね、グリーンピース製は違うんだ、やっぱり、何こちら、わかるかな、このね、ちっちゃいの、ここら辺にいるの、サカエとズンダの大きさの比較、ズンダでかでかいな、ズンダでか、食べられるよ、サカエびっくりしちゃった、おんぶしてもらえそうですね、いつも移動するときはね、ズンダに乗ってね、移動するんだ、いいなぁ、行きたいグリーンピース製行きたい、豊かそうだね、豊か行きたいね、ここみんな家にはね必ず畑があって、うんうんうん、でそこで農園をやったり花を育てたりとして、すごく豊かな場所なの、いいな、ずんださんは何を持っているんですか、ずんだはね大好きなねささみジャーキー、うん、なるほど、ま、丸い普通にご飯かななるほど、そうそう、でね、高山とか牛も飼ってるんだ、うん、牛ってか、まあ、友達なんだけどね、モーモーさん、え、待って、牛もっとでかくなる、ね、ずんだがね、あの牛が苦手で怖いんだよ、ね、そうなんだ、そう、で、餌でね、ご飯で釣ろうとするんだけど、いつも失敗して、え、やっぱこれ、ずんだだよね、これずんだでっかいよね、牛も牛でそうか、そうやって考えると牛、酒井の10倍ぐらいあるでかいんだ、だってなんかささみジャーキーみたいなのも大きかったもんほいで、これ、ここですね、ここにキノコのお家があるんですけれども、酒井はこのキノコのお家で生活してました、いいなぁ、かわいい、酒井ハウスにさ、キノコの椅子があったの、わかる、あった、あれがね、はい、実はその家なの、家を地球でいうとちっちゃくして持ってきて、なるほどね、なんかスーパーメリオにもこういう家出てきたよ、あったこういう家に住んでるんです、なるほど、でグリーンピースにはね、うん、グリーンピースカーっていうものが、え、かわいい、走ってるんですよ、一つの車だとこういう丸っこい単体のやつなんだけど、なんかねバスとかあるじゃない、トラックとか、ちょっと大型になると豆が3個ついてる草のタイプの、ああ、もう要するに枝豆っていうことね、要するに枝豆タイプのもももさんデカっていうコメント来すぎだけどやっぱみんなびっくりしてるねだからあのね、ももさんは普通に今うちにいるんだけど、よくずんだがねももさんの足を噛んじゃってね、大変だ大変だ、見てるのを逆に、これがなんとグリーンピース製の秘密でした、はい、終わり、終わり、続きは気になるね、今後の展開が楽しみですね、はい、いや、みんなからもなんか質問とかあったら、酒井のブログとかにね、うん、どんどん書いてもらえれば、何でも教えちゃうよ、うん、これについて教えてください、そうですね、LINE以外でお願いしますそうかそうだな、ではでは、ここで恒例となったあれいきましょう、あれ行っちゃうんですか、ええ、行っちゃいますよ、毎回レコーディング風景をお伝えしてきましたが、はい、はい、実は、ま、ついにそろそろもう終わるということで、お、はい、はい、おかげさまでボーカルとコーラスのレコーディングが順調に進みましたよね、はい、うん、では今回ですね、ミニアルバムのドローウィングスターズのボーカルレコーディング風景をご覧いただきます、はい、はい、じゃあ VTR どうぞ、どうぞ、どうぞ、レコーディングも最終日となりました。おや、あそ
こに何かいますね。何でしょうか。珍獣ハンターエレンでした。こんばんはソルクさん、はい、座ってていいの。あ、いいです、もう自由にしててください。今は何の曲を撮っていたんですか。今はドローイングスターズを撮ってました。もう終わったんですか。とりあえずね。どうでしたか。どうでしたかってどういうこと。普通だよ。大変でした、大変でしたよ。なるほど、はい、ありゃ可愛い曲ですよね。ありがとうございます。ありがとうございますっていうのも変だけど。では引き続きレコーディング頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。どれになったら夢が感謝しています。これからもずっとずっと友達だよ。おめでとう。あの日君に出会えて本当に良かった。心から感謝しています。これからもずっとずっと友達だよ。おめでとう。タイの D の歌は、うん、うわぁ、もうちょっとふわぁ、うん、流星に乗せタイの D の歌は。うまいじゃん。エレン、いいよ、いい顔してる。大丈夫だよ、そんな落ち込まないで。その調子だ。ほら、エレン、その調子だ。もうワンテイク。エレン、こっち向いて。さあ、もうワンテイク。それはちょっと。やばいね。ちょっと持ち上げてよ。ほら、持ち上げて、持ち上げて。ほら、エレン、いけるよ。はい、取るよ。なんとか街の悪魔に似てます。取るよ、エレン。気合い入れて。はぁ、はい。カット。エレン、さようなら。まだまだ私はまだ追いついないんだ。まだできる。エレン、今までありがとう。私はまだできる。逃げちゃダメだ。散りばめた星たちに夢を重ねていた。途切れた記憶おとぎ話みたいな。
いろいろ素晴らしかったよ。あのねすごい良かった。あ、可愛いって来てる。私じゃないかな。ジャケットだ。可愛い。違う。今のはジャケットのイラストのことなんでね。はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ誤解されちゃうようなので。そうですね。言っときますが、あれ実物と多少異なりますっていう。あのエレンは実は何してたの？何してたの？あの顔どうした？モザイクね。あれなんかあったの？あれなんかちょうどレコーディングの数日前に、うん、リーダーからこのパックをあげるよって言われて、お肌に合わなかったもん、ね。まあレコーディング夜中だったので、うん、これは肌に悪いぞと思って、うん、その場でつけてて出番が来ちゃったっていう。パックつけたままの、でもなんか剥がすの持ってね、いっちゃえみたいなところを取られちゃったっていう、ね。なるほどね。だからモザイクだったの？まあモザイクなのはちょっとあまりにもひどかったね。まあつまりパックありのコーラスが聞けちゃう、そんなブルームーンの美味しいミニアルバムは4月発売なので、皆さんぜひぜひもう少々お待ちを、はい、待っててね。3月の東方ボーカルアレンジと同様、もう少々お待ちを。ってことは2ヶ月連続リリースってことですね。そうです。素晴らしい。ブルームーンすごい。死ぬほど大変だった甲斐がある、うんうん、でもすごいいい出来になりそうだよ ね、はい、そうだね。今の見て分かった通り、今日もこの後私は多分倒れるよ。あ、私も倒れる。そうだね。ああ倒れる。あ倒れる、ね、なんかこの後もね、まだまだこの後もまだまだ、はいはい、では残り時間もう少々となってきましたので、はい、エルゴア物販お願いします。はい、4月の発売のミニアルバムの前に、うん、はい、これをぜひ聞くべきだと江戸川は思います。おさらいです。そうです、これフルムーンのファーストフルアルバム、フルムーンポケットフルポケ、はい、全13トラック入り、はい、ここにねルルがいるの本当は。隠れちゃってるね、うん、こちらの CD などなど他にもグッズがたくさん、ライブ会場や、ジリオンラインというネット通販でも売っています。はい、ぜひライブ会場など足を運んでください。はい、はいはい、そうですね、次のライブは2月17日赤坂ランです。はい、このライブはね、なんと4月17日埼玉テレビで放送される公開ライブとなっております。はい、収録ライブってことですね。そう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 、エレンの勇姿を見に来てください。でテレビってことだからみんなで一緒に盛り上げてもらった方がね、うん、そうだね、うん、バレンタイン企画、エレンかわいいっていうのね。いや、まあ、バレンタイン企画の話をか、エレンかわいいよりは。そうですね、バレンタイン企画の方もあるんで、よかったら皆さん参加してください、うんうん、遊びに来てね。それと、はいはい、今ですね、今月2月ですね、秋葉原の UDX ビジョン、UDX ビジョンっていうところにて、はい、なんと、はい、フルムーンメンバー一人一人が、はい、毎日毎日時報の連絡をしています。連絡お届け、ね、伝え、ね、お届けかな。こうなんかね、クロップフリップフリップまだ日本語が時報を ね、 報をね持ってそれぞれが今9時ですとかね、9時です、10時です、12時です、6時ですみたいな、みんなでお伝えしてます。うん、毎日、うん、毎日ですね、平日も休日も休まず、私たちは休まず休まず、私が9時です、私10時です、11時です、12時です、13時です、そしてせーの14時がこちらフルムーン全員でお届けしてます。はい、うん、みんなお昼の2時には必ず秋葉原の UDX ビジョン前に集合ということでよろしいですか。うん、ええ、よろしいです。いや、今日みんな会えるね。昨日見に行きましたよ、見たよっていう、嬉しいです。ありがとうございます。私まだ見てないんだよね。私も見てない、見たい、ちょっとね、忙しくってね、見に行けないけどね、うん、画用紙を持ってる映像が15秒流れるので、9時ぴったりにはソルクちゃんが15秒、ね、時報と一言、うん、何かをバスケ、9時はみんな起きれるのかしら。ね、ぜひ見てほしいけど、うん、見に来てね。9時は早くて大変だったです。ってことは見てくれたってことですね。すごい、ありがとうございます。嬉しいですね、やったね、ありがとうございます。まだ見てない、行かないと、もうみんな見てないと行かないとね。来て見て、12時、そうね、うん、そしてそして、はい、そしてそして、はい、ですね、はい、まあ、ちょっと次回もまた、はい、素晴らしい企画を考えていますので、はい、
まあ、これもうちょっと秘密ということで、はい、楽しみにしててください。ブログの方をチェックしてください。よろしくお願いします。次回の放送っていつだっけ。あ、しまった、次回の放送チェックし忘れた。大丈夫、全然知ってるから。2月21日だよ。2月21日ね。ここハマるとこじゃないよね。2月、なんでみんな一生懸命よって。はいはい、そうですね、2月21日。ちなみに、はい、今までの過去の放送の方は、はい、見たい見たい、 YouTube でチェックできますので、 YouTube 皆さん検索して1話から見てくださいね。ルルもチェックしてます。何今の。今の何。ありがとうございます。ではでは、はい、ちょっとお時間の方余ったので、はいはい、じゃあもうミニアルバムについて話すんじゃない、うん、これは。そうだね、今回ドローイングスターズ、これなんとゲームのタイアップに。そう、本当で恋活、恋活恋愛ゲームなんですけどね。パソコンゲームですね。パソコンゲームです。どの子を落とすかはあなた次第。金髪の子がおすすめです。いや、緑の髪の子だよ。金髪の子、なんかね、ちょうどフルムーンのメンバーと当てはまっている感じ。そうでもないそんなのずるしいな話が。なるほどね。じゃあ皆さん要チェックということで、うん、要チェック要チェック。そしてそして、はいはいはい、そういえばさっき、うん、あの日君あれすごい気になるところじゃない、みんな。確かに確かに。これね、うんうん、まだ公開され発表してない発表してない、ね、発表してないんですけど、エレンが作った曲なんですよ。そうなんだよ。あ、言っちゃったね。そうだね、すごい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 って。そこにはいはい、はい、あのセリフが入っているので、はい、ぜひ聞いてください。気になるね。みんな耳を澄ませて。まあ、三つ野さんも撮っていましたけど、うん、はい、どっちが使われるか勝負だからね。勝負なんだね。はいはいはい、完成してからのお楽しみなんだから。はい、うんうん、今日はいろんなたくさんのコメントありがとうございます。今日ね、すごいコメントみんなくれてね、ありがとうございます。テレビ玉来たとか、埼玉とか、いろいろ来てますね。2月17日みんな遊びに来て。そうだよね、うん、来てもらってもらって。何何今落下した落下した、うん、ね、おさらいを大事にしてもらわないとね、うん、そうそう、放送の方もね、ぜひぜひチェックして。もうみんな、はい、大変だね、フルーンパニック。今月大変だ。今月フルーンパニックですからね、うん、ではではお時間の方が参りましたので、はい、また次回お会いしましょう。それではフルムーンの今夜はバイバイでした。バイバイ。